8月31日こちらホテル大倉で開運スピリチュアル祭りが開催されます。さあ今日はですね、最高責任者の吉永さんと一緒に動画を届けております。はい、どうもこんにちは。こんにちは。さあこちらのイベント、どんなイベントなんですか？はい、こちらはですね、テレビや雑誌、書籍などで有名な占い師の先生がなんと40名。はい、なるほど。他は、はい、他はですね、開運グッズの販売が、はい、10名。はい、どんなものを販売してるんですか？はい、すごいですよ。もう持ってるだけで開運するんじゃないかと。開運する。はい、そういったアイテムがたくさん、なるほど、販売されます。水晶とかね、はい、そうです。オラクルカードとか、はい、あとはね、シルクなんかもありますよね。あります、はい、ラッキーカラーに合わせてね、シルクを持つと運気が上がる。はい、あとね、陰陽五行に、はい、そうです、五行茶、はい、ね、こういったものもあります。はい、さあそして次はトークライブ。はい、トークライブ、これはなんと、今回のためだけに皆様特別に登壇してくださいます。お、4人ね。はい、4名です。でその中に、あ、これなんか見た顔がいる。あら先生そう、実はですね、私ね、こちらね、大鳥一番最後にですね、開運セミナー、こちらを開催いたします。そしてね、こちらあれがあるんですよね。お、これそうなんです、抽選会。はい、こちらですね、外れくじなしです。お、じゃあ全ての人が当たる。そうなんです。お、なるほど。はい、これね、私もね、はい、出してるんです。あ、はい、そうですね、オラクルカードの書いてる、はい、あの神様の、はい、あのポストカード、はいはい、あれはね、必ず当たります。はい、そして他にですね、こちらですけれども、はい、この、ね、入場はどうしたらいいですか？はい、こちらはですね、3500円で思う、入場料3500円。はい、そうです。そしてその3500円で、はい、こちらですね、なんと、ホテル大倉福岡様で使える、こちらのあの豪華な料理の、はい、そうなんです。はい、お食事券2000円分がプレゼントされます。ということは実質1500円で入る。そうなんです。でその1500円で何ができるの？これですね、はい、先ほどお伝えしました、トークライブ4名の方の先生のお話がこの1500円で聞けちゃいます。これ全部聞ける。そうなんです。すごい。で、一人ね、なんかほら小鳥さん、はい、この方は霊視の先生で、そうなんです、なんか目の前で、はい、霊視で悩みを解決する、はい、こういったあれみたいですね。はい、リアルで皆様の解決をさせていただきます。はい、今、あ、そうそう、今どれくらい集まってるのか。今ですね、おかげさまで350名以上の方に、350名、はい、九州のね、開運、そしてスピリチュアルを好きなあなた、はい、ここを見逃すわけにはいきませんね。はい、ということで、はい、ね、こちら開運スピリチュアル祭り、はい、こちらホテル大倉福岡にて、はい、ね、8月31日ね、はい、開催しますので、ぜひご参加ください。ください。お待ちします。お待ちしてます。